海海は地球上の陸地以外の部分で海水に満たされたところ、海洋ともいう。主な海洋として太平洋、大西洋、インド洋などがある。海は地表の70.8%を占め、面積は約3億6106万平方キロメートルで陸地の2.42倍である。平均的な深さは3729メートル。海水の総量は 約13億4993万立方キロメートルに上る。ほとんどの海面は大気に露出しているが、極地の一部では海水は氷の下にある。海は微生物から大型の魚類やクジラ、怪獣まで膨大な種類、数の生物が生息する。水循環や漁業により人類を含めた陸上の生き物を支える役割も果たしている。 天体の表面を覆う液体の層のことを海と呼ぶこともある。以下では主に地球の海について述べる。沖縄の海海水は塩を主成分とするミネラルなどがおおむね濃度3%台で水に溶け込んでいる。人の味覚では海水は塩辛いしょっぱいと感じられ、古来海水を塩田などで濃縮して塩を得てきた。 このような塩の味がする水で満たされた区域を日本では海と呼び、塩味のしない真水で満たされた区域は面積が広くとも海と区別して湖と呼ぶことは古くから行われてきた。よって日本海、地中海、瀬戸内海といった各海域は海と呼ばれている。大きな塩湖も古くから海と命名されている場合がある。探検。 測量による世界地理の把握や地理学が進んだ近代以降外目とつながっていない場合は海には含めず広大な塩湖であっても湖に分類するようになったということである英語でのシー、オーシャンという分類法や日本語での海、洋という分類法がある特定のオーシャンを指す名称としては太平洋、インド洋などがある特に広大な洋は 太陽と呼んでいる。外目、内海という分類法がある。外目とは周囲を陸地などに囲まれていない海のことで、ある。陸地に囲まれた海域の方を内海と呼ぶ。外要近海という分類法もあり、海の中でも陸地に近いあたりを大まかに近海と分類する。陸地に大きく入り込んだ海を、湾、陸と陸に挟まれ、海が狭くなった部分を海峡と呼ぶ。 水深による分類法として、旋回、深海がある。一般に、太陽光がほとんど届かない深度200メートル以上を、深海と呼ぶ。海は、すべてが互いにつながっている。ただし、太陽間であっても水の交流は、海水の性質が均一になるほど激しくはない。このため海面の高さや、塩分濃度、海水温などは海域による差がある。 狭い海峡でしか外目とつながっていない、閉鎖性海域は特に水の入れ替わりが乏しい。海水はその表面に波が立っていることが多く、これは主に風の作用である。温度は主として太陽によって温められ、低気圧を発生させる原因ともなる。また、海水は大きな流れをなしており、これを海流という。海水面の高さは毎日2回。 上下に変化する。こうした潮の満ち火を潮積という。潮積は天体運動を原因として起きるものであり、主に月と太陽の引力が大きな部分を占める。月の方が地球に近いため大きな潮積力を及ぼす。海の水深は平均3800メートルである。地上と同じように海底にも高低差はあり、海中の山脈である海嶺や、 大地である海大、太陽底に広がる広大な平原である海盆や、深海平原、海底でもさらに低い谷となっている海溝など、様々な地形が存在する。海底にも火山は存在し、それらの海底火山の中でも、特に高いものはしばしば海上に顔を出して火山島となる。地球上の海底で最も深いのは、太平洋にあるマリアナ海溝のチャレンジャー海淵である。 また、大陸周辺に広がる浅い海を大陸方と呼ぶ。海の色は一般に青色と見られる。太陽からの可視光線の内長波長は、表層2から3センチメートルで海水によって吸収されるが、短波長は深くまで進み、水深50メートルでも1、5程度が届く。この青式庫が水中で散乱され、水上に届いて青く見える。 これに不純物が混ざると色調に変化が起こる。植物プランクトンが豊富な高緯度から極海にかけて、海はやや緑色を帯びる。沿岸では、砂ーの微粒子が河川水などから供給されたり、波や暴風雨で海底から巻き上げられたりするため、プランクトンと相まって黄緑から黄色、褐色、赤などに見えることもある。 氷河に侵食された岩の粉末が流れ込むフィオルドなどでは乳白色になる場合もある。日本近海では植物プランクトンの増殖が主に春に盛んになる。これは水の花と呼ばれ、地域によっては春と割り、牛をぐされ、総水、薬水、海寄せ水、三月にゴリなどともいい、沿岸漁業に影響を与える。海は太陽エネルギーを 原動力とした水循環により地球の気候にも大きな影響を及ぼしている。海の影響を特に受ける気候は海洋性気候と呼ばれる。海洋の影響といっても様々であり、海から蒸発する水蒸気によって湿度は一般的に高いものの、それが降水量に比例するとは必ずしも言えない。海流の内断流が流れる地域や一般的な海域においては、 海からの水分や風が雨をもたらし降水量が多くなる傾向がある。寒流が流れる海岸部においては上層の空気は暖かいのに対し下層の空気は寒流によって冷やされるため上昇気流が発生しない。雲は上昇気流によって発生し雲から雨が降るため雲が形成されないこういった海岸では降水量は非常に少ない。 こうして形成された海岸砂漠は大陸の西岸に多いため西岸砂漠とも呼ばれる。チリのアタカマ砂漠やペルー沿岸部、ナミビアのナミブ砂漠などはこういった地域である。ただし大気中の湿度は高いため、これらの海岸砂漠にはしばしば霧が発生し砂漠を覆う。現在の地球表面に存在する水の総量は14億キロ立方メートルとされているが、 その中で海水が断然多く約97.5%の13億5000万キロ立方メートルを占める。次に多いのは氷床で2500万キロ立方メートルと推定されている。海の深さは3000から6000メートルの範囲が最も広く、この範囲の面積は海洋の70%、地球の全表面積のほぼ半分を占めている。 赤道近くの海の表面は太陽の光を受けて温められ、暖かい水の流れとなって流れていくほか、大量の水蒸気を発生する。1年間に海から蒸発する水量は50.5万キロ立方メートルと見積もられており、台風の発生など地球の気象に大きな影響を及ぼしている。蒸発した水量の91%は直接海上に降水するが、 残りの9%が陸地に雨や雪として降水し河川や氷河地下水を経由して最終的には海に戻る。他方海底の一部から海水が地球内部深くに吸収されておりその量を年間23億トンと推計し約6億年後に地球の海が消失する可能性を予測する研究もある。海水は塩化ナトリウムを主成分とする塩分が 含まれている。塩化ナトリウム以外にも各種の4が溶解しているが、海水中の総塩分濃度は周辺の影響によって異なる。例えば、大河の川口近くや氷河が海に流れ込んでいる場所では塩分濃度は低く、逆に蒸発が盛んな海域では塩分濃度が高くなる。海氷が形成される時にも水分が選択的に凍るため、 塩分に富んだ海水が分離される。グリーンランドや南極周辺で作られる冷たく塩分の濃い海水は比重が大きいため深く沈み込み深層流となって地球全体を巡っている。海水は塩分などが含まれるため淡水に比べて凍結しにくい性質を持つが低、摂氏1.9度以下になると凍り始める。こうして作られた海氷は 北極海の大部分を覆っており、またより井戸の低いバルト海やオホーツク海、セントローレンス湾、ハドソン湾、ベーリング海などの海域でも陶器には凍結する海域がある。しかし、年間を通じて結氷したままなのは北極海のみであり、それも全域ではなく、下季には南部を中心にかなりの海域で開氷する。こうして形成された氷は冬季には、 南方の海域に押し寄せることがあり、これらは流氷と呼ばれる。また、これとは別に、南極の棚氷や北半球の氷河といった陸氷から海に巨大な氷山が流れ出すことがある。各ン巻の比率は全海洋でほぼ一定である。下記に塩分濃度を3.5%とした場合のイオン濃度を表にまとめた。含まれる。 溶存物質のうち77.74%が塩化ナトリウム、10.89%が塩化マグネシウム、硫酸マグネシウム、硫酸カルシウム、硫酸カリウムがそれぞれ4.74%、3.60%、2.46%、炭酸カルシウムが0.34%、中化マグネシウムが0.23%である。海水中に含まれる主な元素は、 世界の海流図1943年アメリカ陸軍による海流とは海の一定場所においてほぼ決まった方向に流れる幅広い海水の流れを言う。太陽の表面近くでは北太平洋、南太平洋、北太西洋、南太西洋などの海域ごとにまとまった強い流れが循環している。これらの海流はコリオリの力によって 北半球では時計回りに、南半球では反時計回りに循環している。すなわち、赤道付近で東から西向きに流れてきた暖かい、海流が陸地近くで南北に分かれて大陸沿岸を北上する。例えば、日本周辺では暖流の黒潮がフィリピン近海から北上してきて、四国沖で東に向きを変え、東海。 関東地方沖を流れて、東北地方の東の海上で北から来た寒流の親潮と衝突し、東へ向かってゆく。暖流は熱帯近くの海で温められて、水蒸気を蒸発させているため、高温で塩分濃度が高い。寒流は低温で、塩分濃度は暖流より低いが、リンなどの栄養塩類に富んでおり、魚の餌となるプランクトンを大量に発生させて、 良好な魚場を作る。研究が進むにつれて、世界の気候にも影響を与えていることが、明らかになりつつある。新層流とは、1000メートル以上の深海をゆっくり、流れる、グリーンランド周辺で形成された、冷たくて、塩分濃度の高い海水である。この冷水は赤道を越え、約1000年かけて南極まで流れ、南極大陸周辺を回る。 この間南極の冷たい海からも低温高濃度の海水の供給を受けて混合される。この冷たい深層流は、その後太平洋やインド洋へ北上して行き各所で、優勝流となって海面へ到達する。北、太平洋東部の水深2000メートルの海域では、約2000年前に深海に沈んだ海水が観測されている。太平洋やインド洋で海面へ上昇した。 深層流は、表層の海流の一部となって、グリーンランド沖へ戻っていく。この循環のことを熱炎循環と呼ぶ。海底の重力分布中央海嶺と広がっていく。海底岩盤海洋堤が、中央海嶺を中心に拡大している、模式図。海底と大陸の基盤岩は、異なる岩石で構成されている。海底の基盤は、 比重の大きな玄武岩でできているのに対して大陸の基盤は比重の軽い加工岩が主体となっている。プレートテクトニクスによれば海洋底を形成する岩盤は中央海嶺で作られる。ここは地下深部からマントル物質が上昇してくる場所である。海嶺の地下にはマントル成分の一部が誘拐したマグマ溜まりがあり、マグマが順次冷却固化して 岩岩の岩盤が形成される海洋プレートは、その後海嶺から遠ざかるように動き、別の海洋プレートか大陸プレートに衝突して、近くの下に沈み込んでいく。海嶺から他のプレートに衝突するまでの間は、深い平坦な海底となっており、海洋底面積の大部分を占める。他のプレートと衝突して沈み込んでいる部分は、 海溝やトラフと呼ばれる溝状の深い部分である。海洋堤は、プレート境界で、地球内部に沈み込んでゆくため、その寿命は最も古いものでも2億年程度である。海洋堤はほとんど平坦であり陸から遠いため、陸を起源とする砂礫などは堆積しない。代わりに海洋に広く生息する軽相、放散中の死骸を含むチャートなどの岩石や、 海水から科学的に析出する満岩段階などがゆっくり堆積してゆく。南太平洋には玄武岩質の火山島が点在しており、その周囲にはサンゴ礁が広がっている。火山島は噴火が終わるとだんだん低くなって海に沈んでゆくがサンゴ礁がある場合は島が沈む速度よりもサンゴの成長速度の方が早いため石灰岩の島ができる。 沈み込み型、海洋大陸沈み込み型、海洋海洋プレートを形成している。海底岩盤は、海溝で地下へ沈み込んでゆくが、岩盤の上に乗ったこれらチャートや海底火山や、石灰岩などの岩石類は、プレート衝突の際に、相手のプレートに乗り上げてしまうことがある。地下深く沈み込んだプレートの上側は、渦のように、火山活動が活発な場所である。 地下に沈んだ海洋プレートから絞り出された水が、周囲のマントルを部分溶解して、加工岩質マグマを作り、大陸の基盤が形成されている場所である。地下に沈むプレートから離れて、相手側のプレートに乗り上げた、火山島や珊瑚礁は、その後の火山活動によって陸地に取り込まれてしまうが、これを、深たいと呼んでいる。海洋起源の石灰岩の大きな山があったり、 山陽虫やアンモナイトなどの海生生物の化石が地上で採取できたりするのはそこが不可体だからである。大陸近くは海洋近くよりも軽いため一旦形成された大陸は地表に残り続ける。大陸方、左から海岸、大陸方、大陸斜面、コンチネンタルライズ大陸や大きな島の周辺には深さ130メートルより浅い平坦な海域が 広がっている。大陸周辺の旋回は大陸方と呼ばれ、島の周辺のものは島棚と呼ばれるが、これらの幅は零から 1400km である。大陸方の地質は大陸と同じものである。太平洋周辺では大陸方は顕著ではないが、大西洋では広い面積を有しており、石油などの鉱物資源が豊富である。 大陸方の外側はかなり急な斜面、大陸斜面となって深さを増す。大陸斜面と海洋底の間にはやや平坦なコンチネンタルライズと呼ばれる地形がある。大陸方と大陸斜面の境界の深さは南極やグリーンランドを除く全世界でほぼ一致しており、直近の氷気最盛期の海水面に相当する。水を主成分とする海は、 地球誕生後間もなく形成され、現在まで継続している。海の主成分は水であるが、各時代で、妖怪塩類の構成や、海水温は変動し、海に住む生物は、進化を続けた。海の歴史を概説する。地球は、約46億年前、無数の微惑星が衝突によって融合して成長し、誕生した。誕生直後の地球の表面は、 微惑星の衝突エネルギーによる熱で岩石が溶けたマグマの海に覆われていた。地表はマグマの熱と大気中に大量に存在したに酸化炭素による温室効果で非常な高温となっており、水はすべて水蒸気として大気中にあった。その後、微惑星は原始惑星へ吸収されるなどして、 次第に数を減らし、微惑星、A、が地球へ衝突する回数も徐々に減り始める。すると高温だった地球も温度が下がり、溶岩も冷え固まり出す。そして徐々に気温が下がると、水蒸気として上空に存在していた水が、雨となって、大量に降り続けた結果、マグマオーシャンはそれらにさらに冷やされて固まり、海が誕生した。 海ができると大気中の二酸化炭素が急速に海水に溶解し温室効果が減って気温がさらに低下した。現在判明している海の最古の証拠はグリーンランドで発見された40億年前の火山岩で海洋プレートの沈み込み場所に生成した花崗岩である。今のところ発見されているもので最古の生命とされるのは 西オーストラリア州ピルバラで見つかった35億年前のバクテリアと思われる化石である。化石周辺の岩石の分析から、この生物が活動した場所は1000メートル以上の深い海底であったと考えられている。光合成を行う生物としては、西オーストラリアフォーテス級層群の27億年前の地層からシアノバクテリアと思われるストロマトライトの化石が見つかっている。 この時期に大規模な火山活動があり、初めて大陸と呼べる陸地が形成されたらしい。シアノバクテリアが光合成を行うためには、光の届く浅い海底が必要であり、シアノバクテリアの誕生と大陸の形成とは、関連があると考えられている。27億年前以後、シアノバクテリアによる光合成が、盛んに行われる。光合成は二酸化炭素と、 水から有機物を合成する化学反応で副産物として酸素分子を放出する。それまで海水中は酸素分子の存在しない還元的な雰囲気であったが生命活動による酸素の生産が続いて海水成分の変化が始まった。まず当時海水に大量に溶解していた2価の鉄イオンが酸化され水に溶解できなくなって海底に沈殿。 堆積し始めた。この堆積は19億年前まで継続し、その堆積物が島上鉄鉱床となった。これが現在世界中で採掘されている鉄鉱石鉱山の起源である。海中の鉄イオンのほとんどが沈殿した後、酸素は気体として溜まり始め、大気中の酸素濃度が上昇し始める。 またこの頃に酸化炭素の減少による温室効果の減退に起因する寒冷化が進み、それを反映した氷河時代があったとされる。19億年前に火山活動が非常に活発になって大きな大陸が形成され、同時に大気中の酸素濃度が上がり始めた。最初の深核生物が生まれたのもこの時期であり、 環境の変化と生命の進化の相互関係について検討がなされている。6億から8億年前、地球のすべての海洋が凍結する全球凍結が起こったと考えられている。またこの事件の直後の6億年前には、最後の大規模な陸地形成が起こった。増加した大陸から大量のナトリウムやカルシウムが海中に供給され、 塩分濃度の上昇や二酸化炭素の固定化が進行した。全球凍結の少し前に発生していた多細胞生物は氷河時代が終わった後に急速に進化した。約6.2億から5.5億年前のベンド期には体長が1メートルにもなる生物の化石も見つかっている。この時代を代表する生物群としては オーストラリアのエディアカラ丘陵で見つかったエディアカラ生物群が挙げられる。大きさは数センチメートルから約1メートルに達するものまで多様な生物の化石が見つかっているが、いずれも骨格や臓器が判明しないシート状の形態をしており、原生生物との系統的つながりは判明していない。ベントキの次のカンブリア期から、 世界各地で生物化石がたくさん見つかるようになるので県生代と呼ばれている。カンブリア期には現在地球上で生息している動物種の門レベルがすべて出揃ったと言われている。この時代はまだ生物はすべて水中で生活していた。陸地への生物の進出は次のオルドビス期からコケ類などの上陸が始まり、シルル期には 接触動物の足跡などが確認されている。その後、各々の生物が、海中や陸上で、進化や絶滅を繰り返し、現在の動物まで続いている。そこで、カンブリアキー後は、化石を基準として、書き表に示した年代が設定されている。また、カンブリアキー後は、海洋成分の大きな変化はなくなり、大気成分の激変もなくなった。 全地球が凍結する、全球凍結のような、極端な気候変化は起こっていないが、大規模な火山活動や大きな隕石の衝突によって、気候の変化が起こり、PT 境界や KT 境界などの大量絶滅が生起したと考えられている。陸上でも、海中でも、生命活動の基本となるのは植物による、光合成である。海水中に、 太陽光が届く深さは200メートル程度までで、その範囲は海洋のごく表層に限られる。陸地周辺の数十メートルまでの浅い海では海底まで光が届くので海藻などの大型植物も反応できるが、太陽では植物プランクトンが光合成を行う。植物プランクトンの生命活動には太陽光以外にも栄養塩が必要である。地上の植物には 肥料として、窒素、リン酸、カリウムを施すが、海水中では、窒素、リン酸とカリウムの代わりにケイ素が必要となる。海中の食物連鎖は、海面近くで栄養塩を使って、植物プランクトンが繁殖し、植物プランクトンは、動物プランクトンに食べられ、動物プランクトンが魚に食べられるという形をとる。プランクトンや魚の死骸や糞は徐々に分解されながら、 海中に沈んでゆくので栄養塩は海の表面近くでは枯渇気味となるが水深200メートル以上の深海の海水に栄養塩は多く含まれる。一般に黒潮などの暖流系の海流は栄養塩が少なく親潮などの寒流系の海流は栄養塩が多い。また日本の東北地方の三陸沖では親潮の栄養塩に加えて 黒潮と親潮がぶつかり渦が発生して栄養豊富な深海の海水も表層に供給されることで魚類の餌となる大量のプランクトンが発生し日本有数の工業場を形成している。またアメリカ大陸太平洋側のカリフォルニア州沿岸やペルー沿岸は海底地形の形状により深海の海水が優勝する場所で 豊富な栄養供給により、魚類の餌となる、大量のプランクトンが繁殖して工業場となっている。また陶器に欠氷するような、寒冷な海では、海面水温が低下して比重が高くなって、沈み、海洋深層水の源となる。なお、海洋の表層を流れる、暖流寒流の海流と、水深200メートル一深の海洋深層水の、海流は、 流れの方向が異なっている場合が多い。陸地近くの浅い海は、河川や石、泥、生活工業排水、農業の肥料、畜産業の糞尿などの陸地からの栄養塩の供給が豊富にある上、海底が浅瀬から沖へ向かって緩やかに深くなっているため、潮汐や潮流によって拡拌されやすく、栄養塩やプランクトンが適度にかき混ざり、一般に、 生物生産性の高い海域となる。イギリスの東にある北海のドッガーバンクは、世界的に有名な漁場である。ちなみに、海の匂い、いわゆるク臭さ,さは、藻類、植物プランクトンが作り出した、ジメチルスルホニオプロピオナートが分解されて、生成されたジメチルスルフィドによるものである。講義では、各対応の一部に属するものの、 島を含む陸地に囲まれて独立した名称が、ついている海域を沿海と呼ぶ。海岸での釣りや、漁船によるものを含む漁業は、古来、人類が食料を得る重要な手段であった。現代では養殖も行われている。海上を移動できる船は、漁業のほか移住や探検、さらに交易、貿易の手段として、早くから使われてきた。海岸部には、 船が発着する拠点として港が発展した。現代では海浜での行楽やマリンスポーツ、クルーズ客船による旅行といった観光も大きな経済波及効果をもたらしている。また海底油田、天然ガス田の開発も行われている。一方で海軍や海賊が他国の領土や船を攻撃したり、逆に海軍で自国の海域や海岸、船を守ったりすることも 歴史上多く行われた。海で行われる戦闘を海戦、海を支配する力を、正海圏と呼ぶ。世界の各海域には、地理学的だけでなく、国際海洋法による区分が存在している。沿岸国の主権が強く及ぶの領海、領土から離れるにつれ接続水域、排他的経済水域、大陸法となる。 海域区分の起点となる島などの領土問題、国際法解釈の違いから外交交渉や紛争に至ることもあり、各国は海洋権益の維持、拡大を重視している。それ以外の公開でも、各国は、各国は廃棄物の海洋投棄や漁業など、環境関連の規制を受ける。海は人類に多くの恵みや利便をもたらす一方で、 海難事故や自然災害による被害も発生している。校舎では高潮、台風などによる高波、海底地震などによる津波などが挙げられる。日本では気象庁が陸上だけでなく船舶向けに海上についても各種の防災情報を出している。防波堤や防潮堤が作られている海岸もある。海をテーマとした神話、伝説、文学、音楽。 映画、ドキュメンタリー、漫画、アニメーションなどは、無数にあり、下記は、そのごく一部である。音楽文学作品界に関する慣用句、ことわざ界に例えられるもの界は、人間の世界では一番、大きく、また深いものである。往々にして、母性の象徴とされる。また、一面に広がっているものに、海の字を当てることがある。以下はその例である。 他にも以下のような例がある。この他 SF では比喩的に宇宙空間を海、宇宙船による移動を航海と呼ぶ作品がある。そのたつきはヨハネス・ケプラーによって観測された当時は月の暗い部分は水を叩えた海であると信じられていた。また彼によってラテン語でマーレと名付けられた。現在は単にアルベドの低い地形。 すなわち単に地球から暗く見える地面であることが分かっているが、の海、海という地名は残っている。火星も同様に序盤にスキアパレッリラによって海と名付けられた地名が数多く存在する。ただし火星には地質時代には海があった可能性がある。木星や土星の氷衛星のいくつかは 氷の近くのもとに液体の水の海があると推測されている。エウロパ、ガニメデ、カリスト、タイタン、エンケラドゥスに海がある可能性が高い。なお、タイタンの表面には液体のメタンやエタンで覆われた地形があるが、これらは規模が小さいため湖と呼ばれる。また、氷に富む太陽系外惑星が惑星系の内側に移動した場合、 競争に熱い海を持った海洋惑星になる可能性が議論されている。ありがとうございます。